構ストレートじゃない？どうやってやるんだ。これで出演料いいか。女の人、38歳です。3つ年上です。 OK。 あ、変えてる。自分で変えれるんだね。うん、自分で変えな。うん、28だわ。自分で変えれるんだ。その冗談通用しなきゃ やばいでしょ。参加リクエストいただきました。何これ。何これ。うん、俺も出演料もらう、間違いなく。うん、直った。どこの、あの、どこのワンピース。フレア ID ですよ。フレア ID だって。ほら俺もほらメダルあれ買っちゃう。いや見えるかな。フレア ID 可愛くない？ね、うん、かわいい、似合ってる。眉ファンの人買ってあげて、それが一番いいと思うんだよ。うん、いるじゃん、買ってあげなとか言う人が買えばいいじゃんって思うんだけどね。うん、そういう人に買ってもらえたら。買いたくないんだったらいいよ、別に。そしたら洗脳解くじゃん。え、こうやってやってくるんだよ。やるのでしょ。やらないの。あ、やらないの。じゃあもう買わない。うん、いや太って見えるっていうか、太ったし、これさ XS なの、このワンピさすがにきついみたいな。 XS だよ。ゼロ番が買うから。そうなの。これに買ってもらうから嬉しいの。うん、そうだよ。そうなの。うん、じゃあもう浮気もそういうギャンブル系のやつも全部許してくれる？買ったら。え？わかんない。それ心の問題だから。プラダのバケットハット。本当は白が欲しいんだけど、白はもう売り切れてる。ワンちゃん本当に白が欲しくなったらネットで買うしかないな。最近おかしい。確かに。いや合うと思うよ、このワンピにも。しかも2回に1回エッチ断られるんだよ。バケットハート可愛いの？エッチすらやらせてくれない。昨日の夜誘って明日にしてって、起きたらにしてって言われて、起きて誘ったら夜にしてって言われて、今日の夜になったらまた明日にしてって言われそう。し、なんか違う。昨日お腹いっぱいだったし。で今日の朝は？ん？いや寝起きじゃん。で今日の夜はすごい必死なんだよ。今日だから銀座行くんだったらセックスしないと絶対行かないとか言って。じゃあね、なんか買ってもらうためにセックスってパパ活？それ。それこそ本当にパパ活じゃん。でどうせならやらせてもらおうかな。そんなの今言われたってさ。じゃあいい、配信切って。え？配信ちょっと切っていい？え、もう行くでしょ。
このまま車乗って。いや、ちょっとあれしたいけど、お願いします。ちょっとだけいい？したらまた後からつけるけど。ダメなの？まあキモいけど、ちょっと。たかが2ヶ月で6万ずいや、20もう30万ぐらい見ついてるよ。え？20万、20万6000円の指輪で、昨日2万5000円のワンピースで、5000円の帽子で3万円でしょ。で今日6万だから10万でしょ。もう30万で、それ以外のタバコ代、お酒代、飯代、全部だ、もう50万ぐらい貢い、50万飯代とか自分もあれだから。で前もっと貢いでるよ、ゼロワンに。何100万ぐらい。どうやって貢いでるよ。何100万って。俺の愛情。そうだって。そうね、真夏なのに何言ってんの。で、こいつ稼いでますかな。稼いでないよ。あの、馬主さんに爆投げしてもらってお金持ってるんだよ。持ってないよ、本当に。ポイント見たんだよ、100万ポイントあった。なのに俺に。でも全部なくなっちゃう。え？何になくなるの？あの、エステのお金。はぁ？エステ。これみんなアンチかな、この子。エステ。もっとゼロワンの彼女として綺麗になっていたい。本当だよ。アンチが送り込んだ刺客かな。うん、でも好きになっちゃってるからどうしたらいいか分かんないんだ。洗脳されてる。前が洗脳されてんだよ。俺がされてると。前がされてんだよ。珍しく俺がされてる。ゼロ万強のどっちがされてると思う。前がされてるでしょ。ほんとキャバ好きという気持ちをもてあそばれてる気がする。もてあそんでなくない？珍しく俺がゼロワンだってよ。ほら俺がされてるんでしょ。じゃあ眉がシューとかゼロワン の競争ってこと？違うでしょ。お前がもう競争なんて、競争っていうか俺を洗脳してるんだよ。してないよ。ゼロワンって言ってるじゃん。だからゼロワン教ってことでしょ。どっちが洗脳されてるって言ったらゼロワンって言ったじゃん。話聞いてる？ん？バカな。でも俺にはすごく輝いて見えるんだ。眩しい。眉が。え？眩しい。すごい輝いて見える。なんで？ふざけてんでしょ。すごい好きになってるから。どうしよう、文句言うな。いつもこんなこと言わないしな。洗脳から、いや目を覚ませる。じゃあ約束して、もう当分ない。ん、うん、最後ね。最後？今年クリスマスにネックレスと。とうって何？ないよ。もう言わないでね。うん。あと一つ言われた。思い出した。2万円のシャンプー買ってって言われた。え？2万円のシャンプー買ってって言われた。
追加出てくるわ。シャンプー2万円ってそんなにする？俺そんぐらいするんだけど。じゃあシャンプーやる？それトリートメントだよ。それ自分で買いなよ。2万円のシャンプー。ん？自分、まあいいや。取りに行く。どこに？あの家に取りに行けばある。二度と投げない。もう言われてるもん。投げないって。自分で取りに行くよ。あるから。家帰れば。自分で買う。シャンプーはコタン。コタンの5番ね。シャンプーあれは8000円ぐらいだっけ。いいよね。本当は9番だったんだけど、5番の方が匂いが好き。ジャスミンの。トリートメント高いよね。自分のものは自分で買えようだって。なんかさ、宿毛すると痛むからさ。聞いてないよ。だからさ、ホテルとかのシャンプーとか絶対使えないよ。ガシガシになっちゃうから。自分で買えようだって。だから家にあるって。それなくなったらどうするの？え？詰め替えればあるよ、まだ。あ、そうなの。うん。じゃあシャンプーは自分で買う？ん？シャンプーは自分で買う？え？って何？だってさぁ、ねえ、あ、もういいわ。何？だって何？いいな、思ったこと。ん？思ったこといいな。だってさ、ここにいる限りは全部出してあげるって言ってたよ。ゼロは。全部。しかも俺からじゃなくて自分から言ってたよ。高すぎる。え？その普通のシャンプーじゃないじゃん。まあまあいいよ。その2万で買ったらどれぐらい持つの？あ、でも正直家帰れば詰めれるからまだ大丈夫だよ。そう。うん。でも。同居人とこ帰ってほしくない。不安。え？不安だから帰ってほしくない。だって2万かかるよ。2万円、本当は1万7000かな。俺持っちゃうじゃん。1万7000だと思う。トリートメント目当てってやばくない？ねえ、いや、美容院で買うのめんどくさいからレッドいいじゃん、別に詰め替えてすぐ買ればいいの。うん、そうしてさ、うん、自分で買ったよ。エッチしたい。エッチもさせてくれなくなった。エッチもいつでも。エッチもさせてくれなくなった。前のどこがいいの？何？どこがいいのだって。優しいところ。やりもく金もくじゃないで、やりもくとか性欲が強いから。てかさ、強くない性欲、うん、35でしょ、うん、毎日やる？だって毎日やりたいって言うんだよ。でぶっちゃけさ、週2とかでも十分じゃない？3日に1回とか毎日って変じゃない？え、みんなどう？毎日やる？うん、3日に1回でよくないってマイは言ってるわけ。毎日無理だよね。で毎日やらないとこうやってなんか やむみたいな。好きなら毎日ね。付き合ったばっかってもう2ヶ月半だよ、だって。
正直前も週一とか、うん、嬉しいよね、求められたらね、女の子は嬉しいよね。え、毎日やる？合わないんだ、普通喜んでくれるんだよ。え、前毎日やったら多分膀胱炎になるよ。この前はさ、前膀胱炎になっちゃって毎日やってる、うん、普通に3日に1回が、うん、膀胱炎になるよね。わかるでしょ、痛いんでおしっこするとマジで。ほら、じゃあやらなくてもいいけど、じゃあ服脱いで目標ポーズしてほしい。やだよ。したら俺それ見て自分やだよ。目標ポーズしてくれたら無理なんだけど。それを俺いろんなアングルから見てやるよ。触れないから。無理。うん？やだよそんなの。それでいいよ。やだって。どうするのじゃあ。それ性癖？ん？性癖。我慢する仕方なく。ね、口で抜いてやれてたって臭いんだもん。臭いんだもんって。もう本当に。なんで？そうじゃん。もういいわ、じゃあやらないじゃん。やる気も失せる。だって本当に臭いんだもんだって。もう失せるやる気が。もういい、いいですじゃあ。洗っても、いや洗ってすぐは大丈夫なんだけど、また時間経つとなんか本当に、なんで。もういい、それ以上言わないで。分かった。ひどい。あ、ごめんごめんごめんね。いやいい、もうごめん、ごめんね。本当にそういうこと、性的なこと、これ性的なのよくない。傷つくと本当にやる気失せる。泣いた。もういい。でも常に清潔にしてたらそう言われないよ。いやもういいですよ。臭いの嫌だなって、時間が経ったら誰でもそうなるでしょ。え、時間が経ったらどう。光景なんだから。もろに来るんやって、うん、風向き上にして、うん、好きな男ならね、好きじゃないんじゃないこいつ。好きなの、好きなの、え俺の、って間がもう本当にもう嫌だ。 えじゃねえよ。好きなのかって聞いてる。痛っ。入ってない、演技だよ。演技やめて。痛っ、マジで。演技入れてないし。入れ入った今。入ってねえし。入ってねえ。入った今。ごめん、じゃあ入ってない。ごめんね。痛かった？ごめん。好きじゃないんで。好きじゃないんでしょ？目ん中入った指。ごめん、いや入ってないと思う。入った、ごめん。それは好きじゃないんでしょ。え、笑ってるよね。もうじゃあもういいよ、帰って。好きじゃないなら、うん、いや好きだよ。どれぐらい好きなの？どれぐらい？うん、どれぐらい？どれぐらい？一緒にいたいぐらい。